スタジアム内部芝生が張られたスタジアムソフィスタジアムはアメリカ合衆国カリフォルニア州イングルートにある屋外型スタジアムであり総合娯楽施設であるロサンゼルス国際空港から直線距離で5キロ離れたハリウッドパーク競馬場の跡地に建設され NBA のロサンゼルスレイカーズが1999年まで本拠地として使用していたザ・フォーラムの南隣に位置する サンフランシスコの金融企業ソフィが命名権を獲得している。建設中のソフィスタジアム NFL のロサンゼルスチャージャーズとロサンゼルスラムズが本拠地として使用している。また2021年より始まる LA ボールの開催予定地にもなっている。2022年2月には第56回スーパーボールが2023年1月には カレッジフットボールプレイオフ全国選手権2023年4月にレッスルマニア39が開催予定である。2028年の夏季オリンピックでは開会式と閉会式サッカーアーチェリーの会場となる予定。命名権採用後は上記の名称を使用しているが FIFA IOC 主催主管の国際試合大会においてはクリーンスタジアム規定が適用され、 同スタジアム自体が主催団体による制限区域となるため例外的に建設中使用していた名称を使用するとみられる。スタジアムはかつてのハリウッド競馬場の跡地で進められているハリウッドパークの再開発事業の一部と位置づけられている。ハリウッドパークカジノが2016年10月に敷地内で営業を再開しハリウッドパーク内の施設の中で最初に営業を 開始した。2020年2019新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ロサンゼルス市長は年内にスタジアムを含む大型施設でのイベント開催は不可能と言及した。2020年7月にコケラ落としとして予定されていたテイラー・スウィフトの完成記念コンサートなど夏のコンサートが数多くキャンセルされた。 ホームスタジアムを本拠地とするロサンゼルスチャージャーズとロサンゼルスラムズは2020年シーズンを当分の間無観客で開催すると発表した。ありがとうございます。